知事はどうなるかと思ったな、6連敗とか。やってくれたな、店長や。毎日リゼロセカンドシーズン、10人の救出。1万人も見てるってやばくね、お前ら。おい、俺のチャンネル3万人なのに1万人も見てるってマジやべえだろな。お前らよ、まだ死んどめていけ。お前らの勝ちでやって、一番一番俺を強くするんだ。DJ 頑張るかしら。負けたわ、俺負けたわ、負けた。打ってデカさだ。大丈夫ですよ、レム。チャンス目、8分の1。うわ、マジで言ってんの。ファイボール。おい、レミは分かってんだろうな、分かってんだろうな、どれだけの期待を背負って俺は今よ、オールナイトの最後のハグをやってると思ってんだ。頼むぞレム、空気を読め。お前よ、できる子だったよな、幼少期から空気読むのだけは上手かったよな。復活しろ。お疲れ様、また遊びなさい。いやー、危なかったぜマジで。一時はどうなるかと思ったな、6連敗とか。やってくれたな、店長や。俺はしっかりこの諭吉を50人守らせてもらったぜ。さあ行くぞ。おい、これで終わりだと思うなよ。俺は失った10万を必ず取り返すからな。次回ゼロから。三重オールナイトで10万円を失ったリゼロが打ちてえんだのてえんだ。果たして今後失った10万円は再び彼の元に戻ってくるのだろうか。毎日リゼロセカンドシーズン、10人の救出。やっほー。よーい、ドン。攻撃開始、突撃せよ。ここから始めましょう。スバル君よ、お前 A 点でお前2万円使うってどういうことなんだよマジで。お前 A 点に2万円ってどういうことなんだよ本当によ。コイン持ちも悪いしよ、アイコンもゴミだしよ。
いいこと一個もねえじゃねえかよ、ほんとに。ふざけんじゃねえぞ、ほんとに。突破したらプラマイゼロ、おろかお前マイナスだ。だから最低限突破しろ。約束な、最低限突破しろ。俺はな、今日メダルを出してさ、このカービィのな、お前このオーケー、お前これ1200円したんだぞ、お前1200円。ああ、これにお前貸し盛りになメダルを積んでお前交換したかったんだよ俺。ああ、なのによお前なんだよ俺、お前A点で。あ、そういうことか。気づいてしまったよお前。弱 AT が出てきたらこのカービィを勝ち盛りにできないから、勝ち盛りにするために A 点までな運んで強 AT を引っ張ってくるっていう作戦なのか。そういうことなのか。そういうことらしいな。じゃあ突破は最低限だぞ。頼むぞお前、俺は信用しているよ。俺を、俺をじゃない、お前を、俺は、俺を、俺お前を信じようしているんだからな。おう、本当にここだけは突破してくれよ、頼むぞ。あ、一つ、もう一つの攻略戦、デキン攻略戦、あ、開始。いけるよな、頼むぞ、本当に頼むぞ。分かってるよな、分かってるよな。行くぞ。なんてデカさだ。怖いですか。2万だぞ、おい、この一戦に2万だぞ。分かってるよな、2万だぞ、2万、2万だぞ。分かってるよな、2万だぞ。おい、笑って、笑けてくるわ。2万だぞ。ミミ、分かってるよな、分かってるよな。ミミ、2万だぞ。ミミ、伝わってるか、聞こえているか。ミミ、分かってるよな、2万だぞ。討伐祭、分かってるよな、分かってるよな。討伐祭、聞こえてるよな。2万だぞ、さっきから何回も言ってるよな。2万だぞ、2万。白芸、分かってるよな、分かってるよな。さっきから何回も言ってるよな。2万だぞ白芸、頼む、今回だけは見逃してくれ。お、頼むぞ。2万だぞ、2万、2万だぞ。いつもと1万3000円とかと違う。2万だぞ、2万だぞ。分かってるよな白芸、2万だぞ。外れろ。分かってるね白芸、この視点で外れ、勝ち確です。白芸、2万だぞ。ありがとう、俺を見逃してくれてありがとうよ白芸よ。いやー、1体目の白芸は物割り、この物分かりが良かったよ。2体目さんよ、分かってるよな。2体目お前の2という数字は2万の2と同じなんだからな、分かってるよな。行くぞ戦い、俺は強い心で戦う。白芸頼むぞ、絶対白芸で頼むぞ。2万だぞ、2万。終わったわ。消滅の霧、密集していては危険です。2万だぞ。2万だぞ、2万だぞ。俺お年玉でもらったって1万しか今までもらったことないよ。一人のおばあちゃんから2万なんてもらったことない。最高で1万円だよ。でもこの投資は2万だぞ、分かってるよな。2万、2人のおばあちゃんの価値があるんだぞ、分かってるよな。外れろ。2万円、おばあちゃんごめんなさい。おばあちゃんが頑張って働いたお金、この一瞬で溶かしちゃった。おばあちゃんごめんなさい。支援するぞ、支援するぞ。
はい、スバル君。おお、もうこんなに、お前、ビルもう一回見るか。あ、なんだよこの700、700、690って。あ、ふざけんじゃねえよこれ。お前突破できなかった。お前この台いくら吸い込んでると思ってんだよ。お前2回お前連続 A 踏んだだけでお前3万7000円だぞ。アイコン3つあるのがまあ救いだけどよ、お前3万7000円だぞ。お前今日お前これ突破したとしても2万負けだぞ。ふざけんじゃねえよお前。カービィのお前オケを使わせてくれよ。本当にこれ負けたら本当にお前もうこれ以上追えないわ。この台にお前次行ってお前 AT いたらお前5万4000負けとかになって、お前本当カービィにお前パコパコ詰めたとしてもよ、本当にお前3万負けとかになるから、うん、今日はこれで終わりだよもう本当に。でもまあアイコン3つあるからな、まあ勝てると思うんだよ。アイコン3つのしかも500、まあおそらく 73% ぐらいまで上がるから、おそらくまあ参戦までは行く。信じろ、俺を信じろスバル。俺は絶対に行ける。俺なら行ける。絶対俺なら行けるから信じてくれ。行くぞ。でもお手伝いします。さあ行くぞ、さあ行くぞ。この時点でもう 72% は確定、 72% は確定ね。 75% ぐらい行ってくれ。エムはスバル君を丸ごと信じていますから。十分だ、これなら戦える。俺ならいける。3万7000円だぞ。3万7000円。3万7000円だぞ。分かってるよな。3万7000円だぞ。3万の7000円だぞ。ただの3万じゃない、3万の7000円。分かってるか。3万の7000円だぞ。でかさだ。怖いですか。負けたら大暴れするからな。ああ、負けたら大暴れだぞ。分かってるよな。そりゃ大暴れするでしょ。負けたら大暴れだからな。まあいいよ、ミミ行ってこいや。ああ、まあまあミミ行ってこい。ああ、負けたら大暴れするから。まあさすがに来るしでしょうね。 74% だからね。ああ、来るし来るだろうな。負けたら大暴れするからな。だよな。ああ、まあレムぐらい来るでしょう。マクゲーは来ないでしょうね。だって俺言ってるから何回も、負けたら大暴れするって何回も言ってるからな。レム、やろう。よく分かってんじゃねえかビルヘルメよ。お、頼むぞ。3万7000円だぞ。おい、分かってんだろうな。おい、みんな視聴者も分かるだろう。3万7000円、お前負けてるやつが使ったやつの白毛ってこんな感じになるって、まあみんなも分かるよな。頼むぞ。うっしゃ、やるか。分かってるよな、お前も笑ってるけど。ああ、頼むぞ。オッケー、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 オッケー。3万7000円だぞ。何度も言うぞ、3万7000円だぞ。だよな、レム。お前もよく分かってるよ。外れろ。この時点で突破はほぼ確定。この時点で突破は確定。ありがとうございます。おい、ダイも空気を読んでるな。もうこいつはいつもならな、2万負けとかで済んでるけども、今日は3万7000円も使ってるのか。かわいそうだ。ああ、だから1戦目2戦目は突破してあげようって。お前ダイも空気を読んでるな。ああ、ならよ、いつも空気を読みやがれよバカ野郎。ああ、今日という今日は空気を読むところじゃねえ。ああ、本当にここまでは空気読んで、ここで負けたら美味しいとかそういう空気を読むんじゃねえぞ。ああ、ここは突破は最低限だ。分かってるよな。ああ、俺の人生がかかってるんだから、そこまで最後の最後まで空気を読みやがれ。見ててください。レム熱い。もらったな。レムは5割超え。このくらいの絶望で俺
俺が止まると思うなよ。スバルは 80% 超え、スバルは 80% 超えいけるよな。あーこれークルシャガバリ行く、クルシャガバリ行く、マーケット。